あら、圭一、今日は早いのね。学校の行事か何か？別に。もう行くの？お弁当は？もうちょっと待ってくれないとできないわよ。今日はいいよ。じゃあお昼はどうするの？抜け出して商店で菓子パンでも買うよ。そう。じゃあこれお昼代ね。ちゃんとレシート持ってくるのよ。こんなに早いけど、レナちゃんたちもこんなに早いの？いや、俺だけ。レナちゃんには早く出るって伝えてあるの？レナが来たら、ケイチは先に行ったって伝えてよ。ちょっとケイチ、待ちなさい！ケイチくん、今朝は早いわね。みんなで早朝から待ち合わせ。今朝は早くに目が覚めちゃったので気分転換なんです。あまり気にしないでください。レナちゃんやミオンちゃんはどうしたんだい？今日は一人なの？ええ、まあ。
待てよ、クソ。これって、ひき逃げって言うんじゃねえのかよ。これって犯罪じゃねえのかよ、チクショー。
おはようございますです。あらあらあら、今朝はお早いですわね、ケイチさん。なんなんですの、その身なりは。泥だらけでしたよ。ああ、まあちょっと会ってな。すぐ着替えるから勘弁しろ。着替えをじーっと見てるレディもしつけがなってないと思うぞ。男子は更衣室がないんだから諦めろ。リカちゃんもレディなら着替えを見てるのは良くないと思うぞ。僕はレディじゃないですからいいのです。じゃあリカちゃんも今からレディだ。レディなら仕方ありませんです。ケイチは野球を始めますですか。ああちょっとさ、体がなまってさ、ちょっと素振りでも始めようかなってな。健康に気を使うのはとても良いことだと思いますです。そのバットなくさないでくださいねです。あれ？ケイちゃん？あんた何やってんの？あ、ケイチくん、野球部だよ。野球部だよ。先に行ったって言われて驚いたけど、ケイちゃん、あんた何やってるわけ？見てわからないかよ。素振りだよ、甲子園だよ。別にダイエットでもいいぞ。ダイエットってケイちゃん、そんなに太ってたっけ？ああ、知らなかったろ。実は三段腹なんだ。もちもちでタプタプなんだぞ。もちもちでタプタプ。レナ、変な想像しなくていいぞ。じゃあまあ、頑張って県大会を目指してちょうだいよ。おじさん応援してるわ。野球部の強い高校、教えよっか。そこにいる左腕の亀田くんが、すごいピッチャーなんだけどさ。頑張ってね。
さ。何笑ってんだよ俺。前原圭一のバカ野郎！だから！甘えるんじゃねえ！部活の時間なんだよ、だよ。ほらほら、ケイちゃん、ぼーっとしない。机を寄せて寄せて。なんだよ、ケイちゃん。今日も直帰なわけ？気分が乗らないんだ。しばらくほっといてくんないかな。やっぱり女の子と一緒に遊ぶのなんか嫌だったかな、かな。そういうわけじゃねえよ。
おい、いるんだろそこに。わかってんだよ、そこにいるのはよ。レナ、なんか俺に用かよ。別にその、部活はどうしたんだよ。ケイチ君がお休みしたから、レナもお休み。関係ないだろ。俺なんか気にしないで遊んでろよ。だって、ケイチ君のこと心配で。もうついてくんなよ。ついてくるなって言ってるだろう。だってレナの家も同じ方向だし。じゃあレナが先を歩けよ。レナが見えなくなったら俺も歩く。君と一緒に帰りたいな。わかったならほら、行けよ。早く行けよ、早く。行くから。そのバットやめてよ。怖いの。行けよ。これなら文句ないだろう。おい、立ち止まるなよ。
あの、その、ごめんね、その、聞いてもいい？なんだよ。あのね、あのね、どうしてバットなんか持ってるのかな、かな。俺が何を持ってたっていいだろう。でも、昨日まで持ってなかったし、どうして突然。別に突然でもいいだろう。俺がバットを持ってるとおかしいかよ。だって、ケイチ君、野球とかしない人だったでしょ？おかしいよ。突然、野球がしたくなったんだよ。それじゃおかしいか？おかしいよ。突然野球がしたくなった。素振りがしたくなったから、バットを持ち歩いてる。それのどこが変なんだよ。変。おかしい。絶対。なんでケイチ君まで。ブツクサとうるせえ奴だな。俺がスポーツに目覚めるのが、そんなに変かよ！ごめんね。そんなに怒らないで。最後に一個だけ教えて。これ以上話す気も教える気もねえよ。早く行けよ！なんでバットまで同じなの？お前、何言ってんだ？だから、なんでバットまで同じなのかなって。何を言ってんだか全然わかんねえよ。もっとはっきり言え！だから、どうしてバットまでサトシ君と同じなの？サトシって、え？ああ、これ、サトシのバットだったんだな。誰も使ってなかったんで、ちょっと借りたんだよ。いいだろ、それくらい。そんなことじゃないの。サトシ君の時と、どうしてそんなにまで同じなの？サトシ君もそうだった。野球チームには入ってたけど、本当は野球なんか好きじゃない人だったのに。それが俺とどう関係が？サトシ君も、ある日突然バットを持ち歩き始めたの。チームに入ってただけで、スポーツなんかしない人だったのに。サトシ君もね、
ある日突然一人で登校するようになったの、ケイチ君みたいに。そしてね、ある日突然素振りの練習を始めたの、ケイチ君みたいに。そしてね、ある日突然バットを持ち歩くようになったの、ケイチ君みたいに。そしてね、ある日突然、レナ、ある日突然、サトシはどうしたんだよ。答えろよ、レナ。サトシはどうしたんだよ。言ったよね、ケイチ君。サトシ君はね、転校しちゃったの。しないよね、ケイチ君は。何をだよ。転校。
どなたですか？
もしもし、前原です。圭一、お母さんだけど。何？別に俺、夕食はインスタントでもいいよ。まだいっぱいあったでしょ？だからさ、買い物に行く必要はないんじゃないの？圭一、買い物のお願いじゃないの。お父さんとお母さんね、お仕事の関係で急遽東京に行かなくちゃならなくなったの。え？今から？ううん、もう着いちゃってるの。お昼には出発してたからね。圭一もお父さんとお母さんの話を聞いてたからわかるかもしれないけど、お父さんのお仕事の契約がね、今ちょっとうまくいってないの。お父さんはそういうのに繊細な人だから、このままだとお仕事にも影響が出ちゃうの。でもそんなの電話でやり取りすればいいじゃないか。圭一、お父さんのお仕事なんだから、もうちょっと応援してあげてね。とにかく電話よりも直接会って話した方が早いの。誤解もないし。だから帰るのは明日の晩になっちゃうの。圭一、一人で大丈夫よね？別に死にはしないよ。死んじゃうなんて軽々。心配事があったら相談してね。母さんきっと相談に乗れると思うから。死なないよ。俺はあがいてでも生き延びる。そう。じゃあね。明日の朝ちゃんと起きるのよ。朝ごはんは食べてね。お風呂と歯磨きも忘れないのよ。へいへい。そんじゃ。
もしもし、前原です。あら、ケイチ君？お母様はいらっしゃいますかしら？あの、今ちょっといないんですけど。すぐに戻ると思います。なら結構です。大した話でもありませんから。では失礼しますわね。もしもし。どうも、夜分遅くに申し訳ありません。私、沖宮処方の大石と申しますが。大石さんですか？前原さんですか？こんばんは。お元気そうで何よりです。ちょっと待ってくださいね。お待たせしました。いかがですか、その後お変わりは。もしもし、聞こえてますか、前原さん。すみません。その、なんて言いました？その後、何か変わったことはありませんかとお尋ねしたんです。お返事がないんで焦りましたよ。特には…その大石さん、やっぱり俺、命を狙われているみたいです。本当ですか？偶然の可能性もあるんですが、先日俺が病気で休んだ日、夕方にあの二人がお見舞いに来たんです。あの二人？レナとミオンです。そしてそこで大石さんと一緒に昼飯を食ったことを正されました。それで？お見舞いってことでおはぎを置いていったんですが、その中に針が入ってたんです。偶然飲み込まずに済みましたが、これってやっぱり脅迫でしょうか？その針は？よく見かけるような普通の裁縫針のようでした。糸を通す穴が開いていて。違いますよ、前原さん。針です。証拠になります。脅迫だと立証できるかもしれません。その針はありますか？
もしもし、どうでしたか？見つかりません。あの時はつい気が動転していて。そうですか。見つかればでいいんです。保管しておいてくださいね。あと大石さん、それだけじゃないんです。実は今朝。その車のナンバープレートは見ましたか？こちらでも探してみます。すみません、白いワゴン車ってこと以外は分かりません。仕方ないことですよ、前原さん。惹かれかければ気も動転します。やっぱりこれだって偶然じゃないですよね。あとレナの様子もやっぱり怪しいです。それはどんな感じですか？レナは知っています。去年の鬼隠しにあったサトシのことを何か知っています。それは具体的にどういうことですか？レナが言うには、俺はサトシとそっくりらしいんです。このまま行くと俺もサトシと同じ運命をたどると、そんな感じのことを言うんです。運命ですか？具体的にどんな運命をたどるか言及しましたか？天候と。天候？レナはサトシは転校したって言ってるんです。で、俺もこのままだと転校しちゃうぞって。前原さん、それはおそらく何かの脅迫もしくは警告ですね。俺もそう思ってます。大石さん、聞きたいことがあるんです。隠さないでくださいね。ええ、何でも聞いてください。実は、レナの。
もしもし、前原さん？あ、すみません。誰か来たみたいですので、ちょっと玄関に行ってきます。お客さんですか。すみません、すみません。今夜のお電話はこれくらいにしましょうか。あ、いえ、すぐ戻りますから。電話はこのままでいいですか？あ、はいはい、構いませんよ。こんばんは。レナ。さーてね。おじさんにわからないことはないからね。レナ一人？うん。何しに来たんだよ。ねえ、ケイチ君、ちゃんとドアを開けてお話ししたいな。レナは玄関に入っちゃってダメなのかな、かな。うち、夜は必ずチェーンかけてるんだよ。気にすんなよ。なら、仕方ないかな。あのさ、ケイチ君、ご飯食べた？いや、まだだよ。それがどうしたよ。よかった。これ見て。お惣菜とか持ってきてあげたの。お台所とか貸してくれれば、お味噌汁も温めてあげられるよ。いいよ、そこまでしてくれなくても。でも、お豆腐もお野菜もたっぷりなの。ケイチ君、そういうの嫌いかな、かな。ご飯も持ってきてあげたから、レンジで温めればすぐ食べられるし。それからね、またお漬物を作ってきたんだよ。
度は山菜のお漬物なの。それからね、それからね。ありがたいんだけどさ、もう少しで夕飯ができるみたいなんだよ。え？そうなの？そうなの？せっかくで申し訳ないんだけどさ、その…でも、ちょっとはおかずになると思うな、思うな。悪いけど、間に合ってるよ。うちのお袋ってさ、結構おかずをいっぱい作るんだよ。だから。え？おかず、あるの？おかずとか作れるんだね。何を作ったのかな。いや、その、別に俺が。本当に作ったの？おかず。ケイチ君が？だから、俺が作ったんじゃないよ。お袋が作った。いや、作ってるんだよ、今。だからさ、悪いけど、レナの持ってきてくれたのは食べられないんだよ。ケイチ君のお夕飯、当ててみようか？なんだっていいじゃないか。ね。
そのお夕飯、お湯だけで作れるんじゃないかな。おいおい、侮るなよ。うちのお袋のスペシャルなディナーを見くびるなってんだ。そりゃもう、満貫全席状態で、すごいのなんの。ケイチ君、本当にお母さん、ご飯作ってってくれたの？いや、だから、くれたんじゃなくて、今作ってるんだよ。もうすぐ晩飯に。ねえ、ケイチ君。お母さん、お家にいるのかな？かな？いるよ。もちろん。どうして？え、何のことかな。どうしてさっきから嘘をつくのかな。嘘なんか。嘘だよね。嘘なんかじゃ。嘘だよ。ケイチ君のお夕飯当てるよ。ね、カップラーメン当たりでしょ？ラーメンだけじゃきっとお腹すくと思うな。ご飯とかも一緒の方がきっと腹持ちいいと思うよ。好きなの？ラーメンがかよ。豚骨生姜味。ごめん、レナ。今、なんて？え？何が？今さ、何が好きって聞いたんだよ。豚骨生姜味。なんでそこまでわかるんだよ！
確かに勝った。まとめて勝った。俺が箱買いした。それがどうしてわかるんだ。なんでかな。不思議だね。だね。どうしてわかる？なぜ知ってる？答えろ！買ったのはセブンスマートだよね。だから、なんでわかるんだよ！ケイチ君の後ろ、ずっとくっついてたから。何を言ってんだよ。だから、レナが、ケイチ君の、後ろに、ずっとくっついてたの。ケイチ君がいろんなラーメン選んでるとこ、後ろからずっと見てたの。いろんな種類を選んでたんだよね。それでお母さんに怒られたの。高いラーメンばっかり選ぶから、一種類にしなさいって。それでケイチ君、大好きな大きいカップの、豚骨生姜味を選んだんだよね。レナも好きだよ。豚骨ラーメン。でも、大きいカップは全部食べきれないけどね。だから、ケイチ君、ここを開けて。レナと一緒にご飯食べよう。きっと美味しいから。ね。開けて、ケイチ君。帰ってくれ。頼むから、帰ってくれ。どうしてそんな意地悪を言うのかな、かな。帰ってくれ。帰れよ。帰れ。痛いの、痛い。
い。ごめんなさい。ごめんなさい。帰れ、帰れ、帰れ。ごめんなさい、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 ごめんなさい。もしもし、大石さん。お待たせしてすみませんでした。いえいえ、大してお待ちしていませんよ。今、レナが来ました。遊びに来たんですか？レナさんのことですか？調べましたよ。まあ簡単には、その簡単な全てを知りたいんです。あなたが聞いて面白いような話はありませんよ、大石さん。リュウグウレナは怪しいと思っています。過去の事件がたとえお社様のたたりによるものだったにせよ、リュウグウレナは関わっています。レナさんが怪しいと思える具体的な証拠があるのですか？状況証拠だけです。そうですか。
大石さん。目に見える証拠がなければ動けないんですか？大丈夫ですよ、前原さん。あなたは私が守ります。大石さんの捜査は俺の生死と無関係でしょうが、俺は死ねば終わりなんです。だから話してください、レナのこと。サトシは転校しました。多分俺もそれほど遠くない将来、レナの言う転校をするでしょう。ですが大石さんには俺の死体を見つけることもできないでしょうね。現にサトシの死体だってまだ見つけられてない。前原さん、どうか落ち着いて。話になるのは覚悟の上ですね。今の俺にとってつまらない話は何一つありません。お願いします。まずいくつかお断りすることがあります。はい。他言無用でお願いします。また内容には一部憶測も含まれているかもしれません。全てが真実ではないかもしれないということです。よろしいですね？真実ではないかもしれない。言ってる意味がよくわかりません。雛見沢の連続開始事件は捜査本部がありません。毎年の事件はここに扱われています。ですから竜宮レナが捜査線に浮上したことは一度もないのです。つまりですね、レナの調査は警察としてでなく個人として行ったということですか？ご理解いただけて助かります。話のほとんどは電話、もしくは会って聞かせてもらったものばかりです。ですから裏が取れていません。鵜呑みにしないでほしいということなんですよ。ご理解いただけますね？全部聞いた話だけなんですか？申し訳ないです。個人調査ですのでね。あれ、以前レナのカルテを見たって言いませんでしたか？確かにそう聞きましたよ。そんなことも言いましたかね。気のせいということにしてください。話してください、大石さん。わかりました。私が知る話も前原さんと大きくは変わりません。ではどこを詳しく調べたんですか？レナが起こした事件とその後の医者での告白ですね。はい。大石さんはその内容を知っているからこそレナたちを疑っているんですね。疑っています。やはりレナたちが犯人。ああ、いえ、疑うとはそういう意味ではないんです。じゃあ何を
疑ってるんですか？おやしろ様ですよ。え？おやしろ様のたたりって本当にあるのかな？なんてまあ。あ、いえ、急にすごい雨が。すみません。どうぞ続けてください。はじめに事件と申し上げましたが、学校側も被害者も告発していないので、正式には事件ではないのです。でですね、この辺りがどうも関係者皆さん口が重いんですよ。被害者の一人は片目に後遺症を残すぐらい殴られているのにもかかわらずです。学校側か、もしくは表沙汰になるのを望まない何者かがいろいろ根回しをしたのかもしれませんね。またカウンセリングを担当した神経科医も職業倫理に厳格な方で。もしもし、前原さん聞こえてます？もしもし、前原さん聞こえてますか？もしもし。ごめんなさい。え、前原さん、ごめんなさい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 。もしもし、前原さん、どうしましたか？
前原さん、聞こえてるなら返事をしてください。もしもーし。